よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日は、ね、2020年8月11日火曜日です。ここはね、留萌市のね、道の駅留萌です。で、俺様初めて来ました。留萌はね、2回目で、そこのね、そこすぐ JR の留萌駅なんですけど、電車で来たことあるんですけど、車で来たのは初めてです。で、この道の駅は初めてですね。はい、で、前にね、電車で来た時もね、留萌来た時にこれ見せました。こう、コミュニティ FM に FM 燃えるっていうのがあるみたいですね。文字がおしっこよですね。いい名前ですね。ジバニャンの腹巻きもね、火をつければボーボー燃えますよね。はい。今日はね、とてもいい天気で太陽がボーボー燃えてることをよく実感できます。暑いです。ちょっと長時間外にいると熱中症になる危険があるんで、もうそろそろね、浜早めに切り上げるんですけど、風神ふれあいパークって書いてあります。雲がいっぱいあるもしくは駒山城で、なんかね、売店みたいなのがありますね。なんかあれですかね、ちょっとした軽食とかそういうのが売ってる感じです。